今日は初めてカチモリヘア、ハーフアップカチモリしてみました。可愛くできました。こんにちは、ももかでーす。はい、ということで、見てください、これ。カチモリヘア。私ちょっと今日張り切ってメイクとかしちゃって、結構ね、うまくいったので、テンションが上がっております。見て、ほら、後ろ。これ結構苦戦したんだけど、私ヘアアレンジ自分で全然できないタイプなの。特に編み込みとかできないんだけど、そんな私でもできたヘア。はい、おすすめです。ということで本日はですね、先週こんな動画を上げたんですけど、まあ、暇な平日放課後ということで、ちょっとね、その日の様子を動画にしてみたんですけど、本日はそれと逆にテスト前の撮影しまくりな日の様子ということで、ちょっとね、裏側お届けしたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、ということで今から GU 購入品の動画を撮りたいと思ってるので、そのために GU に行ってちょっとお洋服調達していきたいと思います。ちなみに本日天気雨です。ちなみに見てください、これやばくない？ちょっとこれさ、昨日ちょっと調子乗ってシール貼ったらまさかの鬼ダサかったので、車の移動中に外そうと思ってるんですけど、これ2007年発売のデジカメ、超オールドデジカメ、やー、これゲットしたので今日はこれを使っていっぱい喋っていきます。ということで到着したので行ってきたいと思います。めちゃめちゃ普通に雨降っとる。今フリークスストア来たんですけど、これ見て、この赤いスウェットのカーディガンめっちゃ可愛い。え、これめっちゃ欲しいんだけど、これ超可愛い。これ悩む、どうしよう。私ちょっとフェイクレザーのブラウンのジャケット欲しくて、めっちゃ可愛いの見つけた。どう？後ろのシルエットも可愛いの。え、これ欲しい。でもね、お値段がね。これお小遣いで買おうかな、お年玉で。ということで今、フリークスストアでお買い物しました。めっちゃいいのゲットできました。はい。そんでめっちゃ寒い。普通に多分雪降りそうなぐらい寒い。ということで、次はちょっとね、食べたい、買いたいね、おデザがあるので、向かいます。ということで、ちょっとね、私リンツをどうしても食べたくて今リンツに来たんですけど、引くほどね、並んでんの。今までこんなことないぐらい並んでて、びっくり。なんで？やば。ということで GU でお買い物しました。無事いいものがゲットできたので、この様子はまた購入品動画もう上がっているので、ぜひまだ見てない方は見てください。はい、ということで今ですね、車に戻ってきました。まあいろいろお買い物して、でもめちゃめちゃ寒いね今日。やっぱね、雪降るかもみたいなね、朝ねやってたんですけど、まあほんとそんぐらい寒い。まあ降ってはないんだけど、そんぐらい寒い。で、ちょっと今ママがね、別のところちょっとね、お買い物してまして、ちょっと待ちということで、お先にリンツいただいちゃいます。こちら詰め放題。詰め放題じゃない。何グラムでいくらみたいなやつ。マジで高い。リンツマジで高い。じゃあいただきたいと思います。じゃあちょっととりあえず、今は、あーもったいない。じゃあうちが一番美味しそうだと思ったキャラメルいきます、これ。キャラメルいきます。なんかさ、試食みたいなのでさ、一粒くれたのすごい太っ腹だと思ったわ。美しい。最初通った時並んでなかったのに、私が行った時にめっちゃ並び出してたから、多分試食始まったんだね。じゃあいただきます。もったいないからちょっと半分口ずつ行かせていただきます。一口でイケアとかいうやつらはリンチ食ったことねえやつらです。いただきます。ん、でもさ、リンチってさ、うちのイメージ的にさ、ハムみたいなさ、滑らかなイメージなんだけど、寒くてパリパリになってるわ。あ、美味しい。ここいつもだったらトロトロの場所が中まで固くなってる。もうちょっと放置してから食べた方がいいよ。いや、美味しい。マジで世界で一番美味しいチョコ。
世界一。今日ですね、コストコ購入品の動画も撮りたいということで、ちょっとコストコでお買い物してまいりました。はい、まあ、コストコの中はちょっとね、撮影できないということで撮影はしてないんですけど、まあ、とりあえずお買い物してきたので、これはあとは家帰って撮影したいと思ってます。今日3連休の初日なんですけど、めちゃめちゃ混んでた、マジで引くほど。ということで、もう何気ね、時間は6時半ということで家に帰りたいと思います。そう、本当はコストコであのピザとか食べたかったんだけど、それも超混んでたので、ちょっと今回諦めました。家帰ります。はい、ということで今家に帰ってきました。現在時刻は7時15分ということで、とりあえず今から今日ね、買い出しに行った GU とコストコの購入品紹介をちょっと撮影したいと思います。はい、ちなみにいつもこんな感じで撮ってます。照明とかセッティングして。はい、ということでコストコ購入品動画撮り終わりました。現在時刻は9時ということで、だいぶいい調子で終わりましたね。私的に10時ぐらいになると思ったんですけど、だいぶいい調子で終わりました。ということで、ちょっと今から今日ね、もし行けたら夜ご飯お寿司はま寿司行っちゃうみたいな感じで話してたんですけど、意外と早く終わったので嬉しいことで行けそうということで、はま寿司行っちゃいます。やっぴー。ということで、なんと浜寿司来ました。イエーイ。今時刻は10時。この時間に浜寿司とかマジヤンキーしかしないですよ。はい、じゃあいただきます。結構だからね、この時間の浜寿司結構治安悪い。ちなみになんと浜寿司って結構人気の商品とか、夜になってるともう品切れですってなってること多いんですけど、なんと大トロね、まだ残ってたから頼んじゃいました。では大トロいただきます。私刺身醤油が一番好きです。大トロいただきます。うん、ちゃんと大トロ、トロトロ、おいしい。うわっ、ここまで舐めたいもん。そしたらなんと今回ちょっと贅沢にズワイガニちゃんいきますね。これどう食べるのが正解？これ一口では無理だよね。いただきます。あ、うまっ。おいしい。うん、おいしい、おいしい。3皿目、アボカド、サーモン、ネギマヨ。4皿目、黒毛和牛。すいません、普通に取り忘れて美味しく食べてたんですけど、5皿目に、またサーモン、アボカド食べまして、で、6皿目、イクラです。じゃあ、イクラいただきます。このイクラのプチプチ、口の中で弾ける音聞こえるかな？せーの。私がずっと食べたかった生チョコモンブランいただきたいと思います。おでざです。前回ね、はま寿司来た時に生チョコモンブランが売り切れてるってなってて悲しいってなったんですよ。あ、やばい、バレちゃう。みんなに内緒にしてたことがバレちゃう。これプラスパフェを食べようとしていたことがバレてしまうわ。おいしそう。これを食べようとしてたことがバレちゃうわ。じゃあまずモンブランから。これはパパとシェア、ね、一人パフェは1パフェだから。じゃあモンブラン。そこが生チョコじゃないこれ。あ、違うね。中に入ってるのがこれ、下はスポンジか。いただきます。あ、まだ生チョコ来てない。どこで生チョコが来るの。あ、お、見て、液体見て、すごいトロットロ、すごい。危な、うま、目が覚醒しちゃう。じゃあ一応パルフェも。なんかこのガーナとコラボしてるみたいで、ガーナのこのさ、普通に市販で売ってるチョコがある。このね、私チョコが結局一番好きなのだから、この全部チョコにしてくれるのマジでありがたい。いただきます。な
何なの、美味しすぎる。でちなみになんで今日こんなに暴飲暴食してるかっていうと、私今日朝とお昼フルグラの一杯しか食べてなかったので、許します、自分を許します。はい、ということで、もう無事お腹がパンパンになって車に戻ってきました。はい、ということで今回は先日あげた私ももかの暇な放課後の様子に引き続き、今回はちょっと忙しめな様子をお届けしました。いかがだったでしょうか。もういよいよ期末テスト1週間前ということで、そろそろ勉強しないと結構やばいフェーズに入ってきたので、まあ明日からちょっとずつやっていきたいと思います。ということで期末テスト頑張ります。みんなも頑張ろうね。それでは皆さん、バイバーイ。あーもうめっちゃチョコ食べれてほんと幸せだった。